1980年代に爆発的人気を得た番組、川口博士探検隊の隊長を務めていた川口博士さん。ご本人は亡くなられていますが、現在も伝説の番組としてファンの間では根強い人気を誇っています。今回はそんな川口博士さんについてご紹介していきたいと思います。本名 川口博士。青年月日、1936年8月22日。没年月日、1987年11月17日。去年51歳。出身地、東京都。彼のお父様は、作家で大英専務の川口松太郎さんで、お母様は女優の 見ます愛子さん。長男が川口浩さん。元俳優として活動していたのが次男の川口久ささんと三男が川口あさん。妹さんは元女優で陶芸家の川口明さん。母方のおばに元宝塚歌劇団24期生の木の川瑠璃子さんがいらっしゃり。川口さんのご親族は まさしく芸能一家。川口さんは、慶應義塾幼稚舎から慶應義塾普通部、そして慶應義塾高等学校へ進学しましたが、中退すると、俳優座演劇研究所の研究生として入所しました。1956年に映画、裁かれる10代で俳優デビューし、同年の映画、処刑の部屋で、 主演に大抜擢。それ以降、巨人とガンや浮草、他多くの映画に出演し、大英の若手2枚目トップスターとして大活躍しました。1962年、大英を退社すると実業家へ転身。株式会社川口エンタープライズを設立すると、アメリカ西海岸などへ、 視察として足を運んでいました。1964年、お父様の広大な邸宅の敷地を利用し、総額7億円を投じ、自宅兼マンション、川口アパートメントを建設。1960年代は、料理研究家でおなじみの栗原春美さんのご主人、栗原霊児さんや、コメディアンで俳優の藤村有弘さんなどが、 1970年代には女優の加賀まり子さんや、千葉真一さんと野際洋子さん元ご夫婦も住まわれるなど、多くの著名人が住まわれていました。ちなみに、こちらの建物は現在も根強い人気を誇っています。そして川口さんは1967年に芸能界へ復帰。株式会社、 川口プロモーションを設立し、テレビでの活動に力を入れ、1969年にはテレビドラマキーハンターのレギュラー出演へ。また、富士テレビの競馬中継では司会や解説も務めるなど、新たな一面も見せてくれました。1970年には日本テレビ系ザ・ショックで企画、出演。そして、 1977年からテレビ朝日系で放送が始まった水曜スペシャル川口博士探検隊がスタート川口さんが隊長を務めたサバイバル企画で世界中の未確認生物を追うという姿が大人だけではなく子供たちからも人気を博しましたあくまでも娯楽要素を取り込んだ番組で 隊員たちが罠にかかると、大げさなナレーションと BGM で盛り上がり、ドキドキハラハラした冒険エンターテイメントです。しかし、1983年6月放送の、恐怖、ブラジル魔境に人食いピラニア大軍団を終え、逆襲死闘で、川口さんはピラニアに指を噛まれるというアクシデントもありました。 傷跡が残ったそうで、後にバラエティ番組で見せています。この番組は1985年まで続きましたが、実はこの年、川口さんは胃がんと診断され、手術、そして闘病生活を送られています。その時の手術では胃を5分の3切除しました。そして、 定期検診を受けていた川口さんですが、2年後の1987年9月に食事をしていた際、喉の違和感に気づき病院で検査したところ、食道癌と下咽頭癌を併発していることが発覚。担当医は整体を取る手術を進めましたが、川口さんは死んでも声が出なくなるのは嫌と断り、代わりに 放射線治療をすることに。下咽頭がんの方は徐々に小さくなっていったそうですが、食道がんが進行していたと言います。その後、11月1日、バイパス手術が行われましたが、予想以上に進行していたそうで、食道と胃、肥臓を摘出。同月14日に、気管支を切開すると、 喋ることができなくなってしまった川口さん。そしてその3日後、11月17日に、去年51歳という若さで帰らぬ人となってしまいました。そんな川口さんをそばで支えていたのが、奥様の野添みさん。野添さんは中学を卒業すると、超難関だという小畜歌劇団の新人募集で合格し、 小竹音楽舞踊学校へ入りました。そして1952年、小竹映画うずしおで、さだけいじさんの相手役として女優デビューを果たしています。その後も小竹作品で映画出演してきましたが、1957年に、当時すでに交際中だった川口さんが、大英重役だったお父様に頼み込んで、 のぞえさんを移籍させました。そして、1957年の映画、地上や、翌年の、遊楽町で会いましょうと、巨人とガングで、川口さんと共演。そして、1960年に、お二人は結婚へ。女のお子さんが二人生まれましたが、次女は、1983年に、17歳の若さで、 白血病を患い、この世を去りました。川口さんがご病気の時も、献身的に看病をしてきましたが、先立たれてしまい。1988年には、看病日記である、ヒロシさん、頑張ったね、を出版。それ以降、癌などをテーマにした講演や執筆活動を行ってきましたが、ご自身も非の方を患い、 1995年5月4日に工場洗顔のためお亡くなりになっています。去年58歳でした。川口さんが亡くなられた後も探検隊シリーズの人気は健在。2002年以降には藤岡博さんが隊長を務めた藤岡博探検隊シリーズが放送されました。 全6回放送され、平均視聴率9.7%と低めながらも、隊長といえば藤岡博と言われるほど認知されています。ところで話は変わりますが、川口博探検隊シリーズといえば、多ン達夫さんが歌っていた、ゆけゆけ川口博が有名ですね。この曲ですが、実はリリースした後に、 大阪の生ワイドショーに出演していた川口さんのもとを、スタッフの許可を得て、スタジオへ突如現れたカモンさんが、レコードにご本人の名前を使わせてほしい旨を伝え、許可をいただいたそうです。その時なんと、お二人は初対面というから驚きですね。生放送ということで、川口さんも苦笑いしながらも、 OK を出したと言います。この曲はオリコン週間チャート最高24位を記録し、さらに番組は注目を浴びました。惜しまれつつ終了してしまった川口博士探検隊。さらに遡り、若かりし頃の川口さんの2枚目ぶりを調べていくうちに、惜しい方を亡くしたと思わざるを得なくなりました。 今後も川口博士探検隊は伝説の番組として言い伝えられていくことは間違いないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。